はい、えー。皆さん、今回もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。じゃじゃじゃん。はい。ニュース、ライブ、これはブルーレイですけれども、ネバーランドというね、毎回ニュージーランドって言いたくなっちゃう。ネバーランドという、えー、ライブを見させていただきながらですね、私が勝手にいろんなことを言ったり解説していくという動画、今日第3本目でございますけれども、ここまでもうね、えー、3曲、ネバーランドとアンドゥトロア、そかエマってあってますからね、えー見、見させてもらってるんですけど、本当にね、 全く私知らない曲ばっかりなのにね。偉そうに言うのもなんですけど、とても楽しめております。はい、この勢いでどんどん行ってしまおうと思いますので、早速そのね。前回のエマの終わりからの続きを見させていただきたいと思います。はい、今ねちょうどブルーレイは23分まで来ましたね。それでは行ってみましょう。早速再生ポコン。さあ、黄色いライトでお客さんがみんなキャーって言ってるところから、えー、左上に字幕が家具屋と出ましたね。 さあそれでは見ていきましょうちょっと最初ブルーレイがなんかカッカクカクしておりますよキュッキュッキュキュキュッの音が皆さん聞こえてるかもしれないですけどあようやく読み込んでくれましたさあスムーズにスタートしましたよわてかてかてかてさあ小山くんと家族も2人で出てきてその後ろからわっ小山くん家族にめっちゃ顔近づけてキャーってなってますけど綺麗な笑顔ですね2人とも口角が綺麗に上がってさあ さあ松、まっさく。今は昔、家具屋の姫と、い,いふものありけり。さあ、ここで手越くんと。<え>さあ、小山くん。一人、なに触れば。さあ、タオルで。てててた、ファン、ちゃちゃん、ポン。加藤くん、<や>歩きながら。美しくきき。すごいね、手越しくんの上のハモリ。 君の名はなよたけのかぐや。お振りまいてくれかぐや。悲しげなその瞳に恋してるノンフィクション。かっこいいメロディ今宵月を見上げたまま。さあ、4人がね、乗ってるものがぐーっとだんだんステージのこう、上に上がってきました。うわ、綺麗なハモリ、2人。 おえおえお恋のサーガーちょっと待って、歌かっこいいじゃん。さあ、ニュース、あ、すごい、すごい上がってるよ、4人とも。気がついたら結構上に上がってる。真ん中のステージからこうね、4方向。<ー>上に伸びてます。かぐやわ、すごい。な、ね、振り向いてくれ、かぐや 悲しげなその瞳にわっ小山くんさらっとウィンクしております見上げたままうん泣かないでくれかぐや消える未来と分かっても心も心と <laughs> ここのハモにすごいきれいおえおえお恋の差が上の皆さんも大きな声でいこうかと小山くん おえおえお恋のサー差ーサー田ーここが口角が上がることによってきれいな。手越く君、めっちゃかっこいい手の振り方。お客さんもきやっと。増田君も手を上げて、みんなの方を指さして、小山君も上から手を振って、加藤もね、ニュースライブサー2017、ネバーランド、東京ドームラスト、楽しんでいったねーと。増田君、きれいな声出てますね。楽しんでいったねー 恋祭り君の姿探してた花火を一緒に見たくてやけに胸が騒いでたあの夏タオルの準備と小山くん走った走った夏祭りそんな歌なのこれやったガッツガか。ツガッツ真っ歌ってます君を見た さあ、加藤くん。日がともされた。お男気はしょい。祭りやし小山くん。ことを出すビート。さあ、タオル。<laughs> 手越しくん。すごい。いあ。響くね、低音。限界。全開。手越しくん、いい声。いくぞ。こう回すってことね。 あがれ、打ち上げ、花火よ。どんどん。ちょっと手すかれるわ、ほら。燃え上がれ、二人の恋心。加藤君、下を手を指さして。君が好きです、好きです。きっと丸けな顔で、思わず叫んでみたけれど、花火にかき消された。わお。 叫んだ叫んだ夏祭りはい声ちょうだいと歌いろんなパターンって面白いよね恋祭りラストテゴシ君夏祭りはい !Thank you, ーーとわ後ろ側かで花火の映像が映像じゃない光がパパパパ,パって出て綺麗ね爆は立ちすごいよみんなが乗ってるやつがこうあちこち移動しながらねああ手越く もうプロだねアイドルのプロもうまさにあーすごいロングと「恋に恋してた」すごい歌の展開がいろいろあって急にテンポが遅くなって「かなった言えないまま残ってる恋祭りどんどん上がれ」すごい「打ち上げ花火よ」 どんどん燃え上がれ二人の恋心君が好き好きです好きなんだきっとまぬけな顔で思わず叫んでみたけれど、うん、さあ角くん前に走ってってお客さんキャ手前で君のあ君の手前でだからみんな前出てきたあ増松田君がタオルを投げちゃったよこれ取った人は一生宝物ですねこれ。 恋恋した恋したた夏祭りフォと後ろで映像ピューッと上がってドカーンと東京ドームの天井に花火が上がったらそこに「ニュース」って出てますよ。今夜はバカになるぞとこででストップです <laughs> 止めるんかいって感じですけどいやこれ2曲ずついかないとずっと止まんなくなっちゃう。 いやすごい「かぐや」という曲と「恋祭」りこれね2曲ともね何度も言うで申し訳ないですけど初めて私聴いてるんですけど盛り上がっちゃうよねこれ。あれ あの本、ー、当ねあの失礼なこと言うかもしれないですけどジャニーズのアイドルという人たちねたくさんいらっしゃいますけどどちらかというとそのやっぱりね歌の力歌唱力というよりかはそのパフォーマンスであったりねもともと見た目が皆さんかっこいいわけですから、えー、それとまあダンスとっていうこう総合的に見せて、まあ、成り立つエンターテインメントというような、まあ、勝手なですよイメージが。 すすごくあったんですけれどもそれこそ今までたくさんねライブの映像を見させてもらってるストーンズのライブ2枚見ましたね DVD それから「嵐もジャポニズム」というライブの映像を見させていただきまして今今回ニュースでニュ,ニュージーランドじゃない分かったニュースとネバーランドが一緒に頭の中でなるからネバーランドのにニュージーランドって言いたくなるっていうことが今自分で分かりましたけどそのニュースのネバーランドっていうこのライブ映像を見てて 全部で思うのはこう、ねやっぱね、歌としても成り立ってるんですよね、まあ、当たり前じゃないかと言ったら当たり前なんですけどさっき言ったみたいにちょっと変な偏見がねやっぱりねあった私はもう間違いなくあったんですよだからこのいろんなグループの DVD ブルーレイを見させてもらうことによってどん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 ねイメージが書き換わっていっています。今今回のニュースはもう今より本当にここまで ネバーランドアンド、ドアトロワ、それからエマ、で、今日「かぐや」と「恋祭」りと5曲見させていただいて歌のところで「アチャっていうところないですもんね。いやー素晴らしい。はいあの、どんどん続きを見たいんですけども小山くんもバカになるぞーってあれアホでしたっけ <laughs> ちょっと前の記憶はもう曖昧になってますけど。って言って盛り上がったとこなんですけど今回はね、えー、ちょっとここで一回。 えー、止めさせてもらってまた続きは次回という形にさせていただきたいと思いますので、えー、もったいぶるわけじゃないですけどもまた次回を楽しみにしていただきたいと思いますということで今回も皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。